一生の間に何人と出会えるのだろう。
スショーを作って、僕あの多分チームメンバーの人以外とやるのが初めてなんです。はい、そうですね。すごいことだよ。初体験だよ。はい、なんて言ったらいいのか。すごいこと。これってやっぱチームメンバーと他の人とはやっぱ息も違いますし、はい、先ほど言ってた勘の部分だとか分かるだろうっていう部分も違うから、はい、そうなんですよ。はい、そうですよね。ちょっと最初ちょっとだけ不安だったんですけど、はい、もう一発目のリハから本当は解消してくれました、このお二人が。うわ、すげーなー。チームメイトの2人ありがとう。そしておじさん2人ありがとう。